ビュールレコレクションはビュールレ在来コレクションを模索す。美術館は邸宅の別当を改装した施設である。コレクションの主体は印象派とポスト印象派の油彩画。施設は中立飛行を見渡す丘の上に所在し、窓から見える景色も観光的価値がある。公式ウェブサイト上ではバーチャルツアーとして疑似的に館内を探訪でき、各展示ごとに解説を見ることができる。 エミールは美術に関心が高く、大学で美術史や哲学を学んだ。1913年、ベルリンのナショナルギャラリーで鑑賞した、印象派海外特に心を惹かれた。銀行家の娘と結婚して、チューリッヒに移住。仕事の傍ら、第二次世界大戦など、戦乱の余波で、スイスに集まっていた名画を購入、保管した。孤独を好む性格であったため、集めた作品は、 一人で干渉することが多く、他に見たのは、親しい友人や一部の研究家のみであった。1956年にエミールが死去すると、遺族は相続税支払いのためコレクションを売却する代わりに、財団を設立して所有権を移す方法を選択。保管場所であった邸宅を美術館に改装し、1960年にオープンさせた。 ここでは主要な所蔵作品について解説する。作者は早く生まれたものから順に記載し、各人の作品は先に制作されたものから順に記載する。作品名の直後に添えたリンクは外部リンクで当該作品の良質な画像である。印を添えたものは下段にて画像の表示あり。2008年の東南事件関連作品には東2008の目印を添える。 2008年2月10日、間もなく、閉館という日曜日の夕刻、武装した国際豪登団が、当館に押し入った。続は、学芸員に銃を突きつけ、ドガ、モネ、ゴッホ、セザンヌの油彩が4作品を強奪した。当時の共同通信の報道によれば、被害総額は1億8000万スイスフランに上り、死刑の担当者は、美術品の盗難事件としては、 ヨーロッパ史上最大規模であると述べた。盗まれたのは以下に挙げる4点であった。ベトゥイユ近郊の日投げし畑と花咲くマロニエの枝は同年2月18日に中立市内の精神科病院の駐車場に放置されていた自動車の後部座席から発見された。赤い直旗の少年は2012年4月12日強奪に関与した容疑者らを セルビア共和国の首都ベオグラードで逮捕した際に自動車のドアパネルの中から発見された。残るリュドビッカルピック伯爵と娘たちも同年に発見され回収された。この事件が発生したのを機に当館は警備の見直しを余儀なくされたが、個人美術館にとって警備費用の増大は負担が大きく、ついに2015年5月31日付で閉館した。 当館のコレクションは2020年に中立美術館に移管されることになっている。ありがとうございます。